はい、ではですね、路上でパンクしてしまった場合ですね、あの車も来ますし人も通っている中で安全にですね、それから迅速にパンク修理をする方法をですね、あのお伝えしたいと思います。はい、ではまずですね、パンクをしちゃった時、自転車を安全に止めるところから始めたいと思います。まず何か近くにですね、ポールだとか壁だとかそういったのがあった時には立てかけてですね、自転車を安定させること、これでですね、まず作業をするための、ベースを確保します。はい、ではですね、何も近くに立てかけるものがなくて、安定しない場合ですね、自転車を車輪外すとですね、倒れてしまいますので、効果的なのは自転車をひっくり返しておくこともできたりします。で、その際ですね、ライトだとか、GPS メーター含めたですね、こういったディスプレイ、こういったものを外しておくと傷にならなくて済みますので、では外してみてもらいましょう。はい、外れた状態だとですね、あの何も当たらなくて済みますので、レバーの2点とサドルと、この3点でですね、ひっくり返して3点倒立みたいな格好を作ってもらいます。はい、はい、これでですね、安定して自転車を、置くことが可能です。で、もう一個ポイントなんですが、先ほど外したライト、夜間にパンクした時には前方か後方に向けてですね、フラッシングにしておくと、車から追突される危険性が少なくなりますので、有効活用してもらうといいかなと思います。